八木さん、はい、今回のお仕事パンプス、実際に触れてみて、最初、どんな印象でしたかそうですね、あのシンプルにこう履きやすそうだなと思って、はい、なんか本当、よく立ち仕事が多かったりだとか、推、はい、し活してる方って、ライブね、行った方とかは立ったりしてるのが多いと思うんですけど、はい、それでもなんか、使えなさそうだなと思いましたね。 疲れなさそう疲れなさそう疲れなさそう足が疲れなさそうそうですね疲れなさそうなんていうわけないじゃないですか危ない危ないやめてくださいよその変換するの疲れなさそうっていうことです疲れなさそうあと八木さんあのご自分のサイズがないっておっしゃってたような気がするんですけどそうなんですよだから僕適に履くと思っててなんか23.5渡されたんでさすがに僕結構足のサイズちっちゃい方なんですけど23.5は履けないですよって言ったら 履かないです。持 <laughs> ってくださいと言われました<は>。ご自分のサイズは、まあ、あの本当の足の縦は、はい、一応、あの出してないんですけど25.5です。はい 確か結構出そうですけどね。出そううですすけどもあ <laughs>、はい、ありがとうございます、はい、さあ続いて中島さん、はい、今回お仕事パンプスということですが推し活についてはどのようなイメージをお持ちででしょうかそうかそすね自分たちもこうライブだったりとか活動をする上でたくさんの方にこう推していただいたりとか応援していただけることで成り立っているのでそこはすごく嬉しいですし、はい、なんか自分もいろんなジャンルで趣味が多くて推しがいっぱいあるので皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思いますね。はい 今まさにツアー中でいらっしゃいます、ねはい。なので、こうまあ、ツアーの時もライブはずっと立ちっぱなしだったりとか、はい、あと遠いところまで来てくださる方もいるので、これでこう。半減しながらこう。疲れも取れながら一緒に来てほしいなと思います、ね。はい、ありがとうございます。